処理されてないルビーなんですよ。なのでこのルビーを見て、うん、また折れちゃいました、折れ直してしまって、でこの赤い、まあ、これがねやっぱ気分で変わるんですよね、うんうん、朝ねあんまりね、うん、面白いんですよね、うんうん、まあこれまあそんなことは本当はないんでしょうけど、うんうん、あの自分の気分で、ねうん、見え方このちょっとだいあだいあのルビーがキラキラするじゃないですか、はいはいはい、キラキラしてるじゃないですか、はいはい、これがね、うん、気分がねあんまり優れないと、うん、気持ちが悪いと、うん、あのあんまり光らない、あ、まあ、気のせいなんでしょ、うんうんうん、ただ自分がそう思って、はい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 、で今日構えてるなと思ってやっぱり気分がいいんですよね。なるほど、なるほど、なんかそういうね、まあ、なんていうかね人間のなんて言ったらおかしいんですけど、なんかこう左右するって実はあったりするかもしれないなというふうに思ってるんですよね。なるほど、まあ、これがね僕の、まあ、ジュエリー感って言ったらおかしいんですけど、うん、まあね、なかなかいやこれに出会うまでは人に感謝っていうのは、自分が描かれてる感謝っていうのは途中途中ブツブツ言って、いや今日も良かったっていうだけの話ですね、うんうん、今日も美味しいお酒飲めたみたいなね、うん、形だけど終わったので、まあ、これのおかげでですね、僕はもう一日の感謝っていうのができるようになった、うん、っていう点で、ああ、なるほどですね。なので、まあ、実際、まあ、こうやって、まあ、宝飾やってて、ただの販売っていうのが多かったんですから、うんうん、面白い、まあ、経験で、うん、実は作ってたんですね、もともとは、うん、作ってたって言っても職人ではないです、うんうん、大量生産の、うん、まあ、鋳造と呼ばれるですね、あ、はいはい、まあ鋳型ですね、鋳、うん、はい、型使ってこのジュエリー使ってた、うん、作ってたっていうのが大元だったんです、はいはいはい、で、まあ、そのあ、まあ、そこでですね作りの経験をした、うん、っていうのが僕の一番初めの仕事だったんですね、はい、うん、でそれからまあね、うちの実家の、まあ、宝石販売っていうのに、うん、まあ、携わって、うん、そこからですね、だからまあ工業的に作るっていうのと、うん、まあ生産的に売るっていうのだけでしたので、うんうん、実は本来の宝石の意味っていうのは全く知らなかった、うんうん、このペンダントで、まあ、そういうスイッチがあるんだなって思った時に、なるほど、あ、ジュエリーってなんか気持ちを入れられるんだな、うん、自分の気持ちのオンオフが作れるもんなんだなと思った時に、ものすごくジュエリーっていいなって思ってて、うんうん、